ジェシー・ウィルコックス・スミスの差し絵、水の子供たちは、イギリスの牧師チャールズ・キングスレイによる子供向けのおとぎ話ファンタジー小説。19世紀の児童文学で最も知られている作品の一つである。1862年から1863年にマクミラン氏に連載され、1863年に出版された。著者の友人のチャールズ・ダーウィンの 種の起源を擁護するための笑い話の側面を持つ。イギリスで非常に人気があり、何十年もの間、英国児童文学の主力だった。が、アイルランド人、ユダヤ人、アメリカ人、貧乏人に対する偏見を含むため、流行らなくなった。主人公は、すすだらけの若い煙突掃除婦、トム。エリーという名前の上流階級の美しい少女に、遭遇し、彼女の家から追い払われ、 川に落ちる。そこで彼は溺れ、水の赤ちゃんに変身する。そして、トびけらが彼の道徳教育を始める。トムは冒険し、自分自身が道徳的な生き物であることを証明し、他の水の赤ちゃんのコミュニティで楽しむ。彼の新しい世界の主要な精神的指導者は、妖精ドゥアズユードビダンバイさん、婦人ビダンバイアズユリドさん、そして母キャリーである。トムは、 溺れなかったエリートのデートを週に一度許可される。トムの主人グライムズ親方も密漁の最中に溺れる。最後の冒険でトムは悪行のために処罰されている人を助けるために世界の果てまで旅をする。トムはグライムズ親方を悔い改めさせようとし、グライムズ親方は最終的な苦行をうまくやれたら二度目のチャンスが与えられることになった。億劫でも、 正しいことならやる意思を示したことでトムは人間の姿に戻り、鉄道、蒸気エンジン、電気電信、ライフル銃を設計する科学者になる。彼はエリーと再会する。もっとも彼らは結婚はしないそうだが、ビクトリア朝時代の小説のスタイルを持ち、教訓的な道徳偶話である。背景には、冷水が不潔で、みすぼらしい子供を洗い鍛え。 模範的な市民に変えるというビクトリア朝時代の信念がある。主人公のトムは死んで水の子として生まれ変わり、初めて苦難という冷たい水を受け入れることのできる人間に再生する。キングスレイは牧師であり、公衆衛生の改革に熱心に取り組んでいた。キングスレイは当時の一般的な偏見の多くを表現しており、アメリカ人、ユダヤ人、黒人、カトリック教徒、 特にアイリッシュに否定的、侮辱的な言葉が含まれる。これらの表現のため、時代が下ると徐々に人気は下火になっていった。この本は、1978年にアニメーション映画化された。声優は、ジェームズ・メイソン、バーナード・クリビンズとビリー・ホワイトローが務めた。映画のストーリーは、キラー・シャークやクラーケーを含む新しいサブプロットを持つ。また、ミュージカル劇場版にも、 1902年に、ロンドンでなった。タイトルは、妖精の遊びで、音楽担当は、アルフレッド・セリエ。2003年、ジェレミー・サムズ監督、ルイーズ・ゴールド主演、ジョー・マクギャン、キャサリン・オシェイ、ニール・マクダーモット出演で、劇場上演された。ラジオドラマシリーズにもなった。ポール・ファーリー脚本、エマ・ハーディング監督で、BBC ラジオ4で2013年に放送された、ものは、 ナイジェリアから人身売買されたトミーが主人公になり、新しい時代用に本案された。日本では1980年代に学研のアニメーション作品が放送されたことがある。アメリカの作曲家、ウェイン・ショーターの子供時代からのお気に入りであり、教伝、フットプリンツによると、彼が初めて読んだ長編が水の子供たちであり、この物語を通し、彼は、 高専の国に興味を持った。1960年代に、ショーターは、ウォーターベイビーズという曲を作曲し、マイルス・デイビスの同名アルバムのタイトルトラックになった。ありがとうございます。